さっきさ、あの道の駅に寄ったんだけど、すごいね、すごい人がいた。なんだこれ、まあ、これさ、もうどこが緊急事態宣言なんだと、まあ、はっきり言ってダメだね。もうね、オリンピックやっちゃったんだからね、もう今更ね、新型コロナウイルスはね、もう災害ですと。いや、そんなことさ、まあ今になってね、まあ小池さんとか一生懸命訴えているけど、ダメでしょ。だってオリンピックやったじゃんって。ねえ、まあ、みんなそう思うでしょ。オリンピックについてはさ、安心安全な大会を目指して頑張りますって言ってさ、それでオリンピックが終わったらさ、急にさ、まあ、もはやコロナは災害ですから、皆さんね、もう家にいてくださいって、それは無理だろう、無理。まあでもさ、なんだっけ、東京都の補正予算で新型コロナのワクチン接種キャンペーンにまたね、広告費として10億円ぐらいね、計上されてるって、なんかそういう報道があったけど、何なんだそれ。そこにそんなお金使うの、またなんか広告費にそんなお金使ってさ、もうだからそういうのにね、そんなお金使うぐらいだったら貧乏人をね、救ってくれって言ってるじゃん。もうそういうのに、まあ、本当もうそういうのにね、そこまでのお金をさ使うんだったらさ、頼むからね、もう貧乏人をね、もう救ってくれと。もうだからもう何回も言ってるでしょ、貧乏人を救えとね、頼むぜ小池さん、もうそれからガースね、ガース頼むぜガース、もうだから貧乏人を救ってくれとね、もうやってくれと、ガース、もう貧乏人全員に100万円ね、配ってくれと、ガース頼むぜ、まあ、それぐらいね、やってほしいよね。もう わけのわかんないことにお金を使うんだったらね、まあ、もう貧乏人を、救ってくれと、もうそういうことを俺は言いたい。